はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、その病気の人も、まあ、病気じゃない人でも、まあ、共通するお話です。こうなんかふとした時にね、気になってしまうお口の匂いの原因とですね、まあその病気の人は、まあ、そこからこうなってしまうよっていうお話です。白血病などのね、血液のがんを治療するのにね、抗がん剤をしても寛解、寛解っていうのはその白血病細胞とかがね、がん細胞がなくなる状態っていうんですけども、まあ、それに至らない場合にはですね、骨髄移植をします。まあその骨髄移植をした患者さんのね、骨髄はですね、まあ、ドナーさんの骨髄と最初はね、まあ、自分の骨髄が馴染まないので、こう拒絶反応がね、起こるんですよ。まあ、その拒絶反応を抑えるために免疫抑制剤を飲みます。まあ、ある程度ね、その状態に慣れてくるとですね、免疫抑制剤の量がね、減ってきます。こうどんどんね、最初これぐらいの状態にちょっとこう減ってくるんですよ。どんどんとね、まあ、するとですね、まあ、抑えられたその拒絶反応が、まあ抑えられた時に穏やかやと拒絶反応がこう少しずつ増えてきてですね、体にその障害が出る場合があるんですよ。でその免疫抑制剤の減少で、まあ、僕の体にもね、今現在ですけどね、拒絶反応が出ております。まあ、特にね、その口の中に目立って出てきてるんですよ。まあね、このチャンネルではね、よくお話ししてますけども、口の中がね、粘膜障害でね、ただれております。まあ、皆さんの感覚で言うとですね、口内炎ですね。もう何でも痛いでしょ。もうあれがね、すごいある感じ。もう数が多いぜって。この口内炎のね、ちっちゃいやつじゃなくても全体的に口内炎みたいな感じになってるんですよ。まあ、そんな、そしてそんなね、口の中の粘膜が当たられてしまう粘膜障害なんですけども、その影響でね、その唾液腺、口の中には唾液腺というものが、唾液が出るところがあるんですけども、それがね、少なくなって結構ただれてるんで潰れてしまって、その唾液が少なくなってですね、唾液が出てくる分泌量が少なくなってですね、カビが繁殖しております。カビね。お口の中のカビね。で、そしてね、まあ、口臭がね、とても気になります。まあ、そういう現象はですね、まあ、その免疫抑制剤を飲み続けてるんで、まあ、これまでずっと長いことね、続いてるんですけども、まあ、そして最近になって、歯が欠けてるということがね、起こり始めてですね、おまけに虫歯になってしまって、こっちの、ね、奥歯なんですけども、ズキズキしてきてね、痛いんですよ。まあ、ほんでね、その虫歯って、初期であれば、もう最初の方であればね、自然に治癒できるらしいんですよ。僕もね、この前初めて知ったんですけどね、その虫歯はね、虫歯菌で、その歯が溶けた状態のようでして、なんか穴開いたりする感覚あるでしょ。まあ、あれがその歯が溶けてる感覚なんですって。で、まあ人間には、その唾液の力でですよ、歯が溶けた部分をね、元に戻すという、再石炭化というメカニズムがあってですね、その、まあ、思考ができないようにですね、歯の赤って書いて思考ね、それの思考ができないようにですね、しっかり歯磨きをすればですね、まあ、初期の虫歯であれば、まあ、自然治癒ができることがね、多いとね、言われております。でもさらに、その虫歯菌を減らすね、錠剤をね、舐めたりすることもね、虫歯治療に効果的みたいですね。まあ、というか、そのね、錠剤欲しいですよね。あ、でもしかしね、その虫歯っていうのはある程度進行してしまうとね、自然治癒しないんですって。っていうか、ほとんどの人が虫歯で悩んでる時って、まあ、この状態ですよね。ほんで、その、先ほども言いましたように、虫歯はある程度進んでしまうと、まあ、自然治癒しないので、治療が必要なんです。またひどい虫歯やったらね、神経抜いてもね、また違うところが虫歯になったりしてしまうようでね、痛い目が続くらしいですよ。まあでもそこまで行ってしまうと、もう歯磨きでしょ、まあ、歯間ブラシでしょ、まあ、ね、僕がいつもやってるうがい薬とかをね、毎日やっててもですね、その状態はキープできるんでしょうけども、回復はしないらしいですね。まあね、僕みたいに病気してる場合ならばですね、まあ骨髄移植の副作用で虫歯に結びつけるとしたら、まあ先ほども言いましたけども、やっぱ唾液ですね。
まあね、その粘膜障害でね、唾液がね少なくなってるんですよ。まあ、そんな少なくなってるその唾液の量ではね、歯が溶けた部分を元に戻すという再石炭化というメカニズムというのがね、正常に、ね、働かなくなってるんです。まあ、免疫抑制剤の減少でね、粘膜障害がちょっとひどくなってきたら、またさらにこの唾液の分泌が心配になってきますね。これ以上出えへんかったらどうしようかなとか思いますし、まあ、口の中とかね、喉がね、カラカラになったらですよ、その虫歯もね、カビもね、さらに増殖したらね、嫌なんで、しっかりとね、もうこれ以上進行しないように歯磨きして、うがい薬をして、まあ、ついでにね、こうね、唾液腺マッサージとかもね、してね、こう今できるケアをね、しっかりとね、していきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。